第16回海軍航空隊は、かつて、フランス海軍海軍航空隊にあった偵察機部隊。1955年1月3日にディエールル・パリベストル海軍航空基地で新編され、2000年7月28日にランディビジオ海軍航空基地で解体した。第16回海軍航空隊は、首都エストアキロン飛行隊として、1955年1月3日に、 イエールル・パリベストル海軍航空基地で編成され、アルジェリア戦争中のフランス領アルジェリアにおける秩序維持作戦に1962年まで参加した。1964年4月1日に第16回海軍航空隊は、アキロンを第 59S 飛行中隊に移管して解体されたが、脱走エタンダール 4P 飛行隊として、 同年5月1日にイストルイコールラティーブ第125空軍基地で再編成され、空母クレマンスを呼び、ホッシュの艦載機として、写真偵察任務を付与された。1969年4月に、ランディビジオ海軍航空基地へ移住。1982年から1984年に、レバノン内戦へ派遣され、 1993年2月から1995年12月4日にかけて、ボスニアヘルゼゴビナ紛争における国際連合保護軍支援任務に従事し、1999年6月にコソボ紛争でのコソボ治安維持部隊支援任務を行い、2000年7月28日に解体された。ありがとうございます。